こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、今回は日本大学について解説していくぞ。日本大学は日本の私立大学で、1889年創立、1920年大学設置されたぞ。大学の略称は日大で、全ての学部大学院研究科が単科大学のようにそれぞれ独立したキャンパスを有しており、単一の大学としては日本最大規模だ。日本大学は日本最大の規模を有する私立総合大学。2021年3月現在での卒業生総数121万5371人や、2022年5月1日時点の学生数7万4112人も日本の大学全体で第一くらいだ。2019年6月時点での社長の出身大学者数2万741人も日本の大学全体で第一くらいだ。偏差値は35から675で、医学部や歯学部は特に難関だな。数多くの有名人を輩出しているが、オードリーの春日さんや名探偵コナンの作者である青山剛明さん、本郷奏多さんやゴールデンボンバーの歌広場淳さん、そしてトレンディエンジェルの斉藤さんは日本大学出身だ。かなりレパートリーに富んでるね。ああ、今回はそんな日本大学にまつわるエピソードを4つに絞って解説していくから、ぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速、ゆっくりしていってね。日本大学は16学部87学科もあって、どの学問でも学ぶことができると言われているぞ。それぞれの学部によってキャンパスも違うようなので、せっかくだからまとめて紹介していくぞ。法学部は、東京の街のど真ん中にあります。東京ドームのすぐそば、水道橋だ。そして道路を挟んだ反対側すぐそばにあるのが経済学部。法学部と経済学部は街の中のビルですぐそばにあるらしい。商学部は経済学に近い経営学の分野を中心に学ぶようなのだが、祖師ヶ谷大蔵にキャンパスがあるようだ。駅から15分くらいとやや遠いが、遠い代わりに、経大学部のようなビルだけの大学ではなく、ちゃんと広い芝生とかがあって大学の校舎みたいになっているようだ。文理学部は東京の世田谷にあって、下高井戸駅が最寄りだ。この文理学部は古くからあるので趣がある感じ。そしてちゃんとグランドがあるようだぞ。一番大学のキャンパスらしい雰囲気になっているとか。芸術学部は江田という駅にある。駅からすぐ近くにあるので通学には便利だな。国際関係学部はなんと静岡県三島市なので、東京から通いたければ新幹線で行くしかない。なぜこんな遠いところにあるかというと、もともと一部の教養課程と言っていし、2年生だけ、学生数があまりに多いので、静岡の広いところで勉強した時代があって、その土地が残っていて、もったいないので、何か始めようということで拡大したようだ。理工学部は、もともとは東京のど真ん中のお茶の水にあるが、非常に規模が大きいので、一部の学科はなんと千葉県の船橋にあるぞ。学科によっては、最初は船橋で2年生から都心のお茶の水に来るという学科もあったり、4年間船橋の学科もある。理工学部は、日大の理工はそれだけで一つの大学というくらい本当に大きいので、広い敷地が必要で、都心に入りきらず、郊外に出たんだな。船橋キャンパスにはなんと本当に他の大学にはめったに見ない滑走路があるんだ。駅出たら即滑走路なので、ものすごくスケールがでかいよな。生産工学部は1年生だけ勉強する校舎と2、3、4年生の校舎に分かれている。間は歩いて10分か15分くらいなんだそうだ。千葉県の先ほどの日大理工の船橋キャンパスの近くの津田沼にキャンパスがあるぞ。日大工学部はなんと福島県郡山市にある。東北の受験生がやっぱり多いですが、日大ということで全国から受験生が来る。なぜ、こんな遠いとこにあるのというと、実は戦時中に疎開したんだ。戦争中に都会の真ん中にいたら空襲の被害に遭ってしまうので、田舎に引っ越して安全なところで勉強しようということで、引っ越したのがそのまま残っちゃったというものだな。生物資源科学部は農業をやるんだから広いところに行かないといけないので、神奈川県藤沢市にある。広大な農場を持っていますが、便利なことに小田急の陸奥に日大前という駅を降りてすぐ。
ここは非常に設備が良くて、広いところに大きな校舎がいっぱい建っていたり、農場もあるぞ。薬学部は理工学部の船橋キャンパスのすぐ隣にある。理工学部から枝分かれしてできたのでそばにあるようだ。医学部は板橋にある。日大の医学部というのはとても歴史があるので近隣の人からも有名だ。次は、歯学部。歯学部も東京のど真ん中のお茶の水にあって、歯学部はほとんど理工学部のお茶の水キャンパスとくっついているぞ。松戸歯学部というのもあって、この松戸歯学部というのは千葉県松戸市にある。ちょっと駅から遠くてパスで行かなきゃいけないものの、その代わり広いグランドを持っている。受験の難易度から言うと若干松戸歯学部の方が低いとも言われているが、どちらを出ても立派な日大卒の歯医者として扱われるようだ。危機管理学部とスポーツ科学部は東京の三軒茶屋にある。これは高級住宅街で非常に交通の便が良いところにあって、校舎もピカピカなんだが、ここはもともとは生物資源科学部の土地だったようだ。そこを新しい学部に譲ってピカピカの校舎を建てたという経緯なんだな。なるほど、これだけ聞いても本当にバラバラなんだな。静岡とか福島にもあるのは初めて知ったよ。日本大学は学生数も社長数も日本一位という話を最初にしたが、それだけあって本当に学生数は多い。どこのコミュニティに入っても絶対一人以上は日大生は出身者がいるようだ。親戚や職場にも必ず一人はいるレベルなんだとか。とはいえみんな学部が違うし、学部ごとにキャンパスが分かれているので学部が違うとぶっちゃけ話が盛り上がるわけではないんだそうだ。年一回、各学部の運動部で対抗戦を行うオール日大という日大のオリンピックみたいなのがあって、競技別で各学部が会場になるので、そこで他のキャンパスに行くことがあったりするらしい。日本大学では、学生が安心して快適に充実した学生生活を送るために、また、学生の成長を実現するために、学生のニーズを踏まえたあらゆる取り組みを展開しているという触れ込みで、平成26年度から初年次教育科目自主創造の基礎を全学的に開講し、平成29年度からは同授業において、16学部短期大学部の学生が混在してグループワークを行う日本大学ワールドカフェを実施している。1万2000を超える学生が様々な学部の学生との交流を通じて、学びのモチベーションを高めるとともに視野を広げる。学生からの他の学部の学生と交流したいというニーズに応え、参加した学生のアンケートからも高い評価を得ていると学校側は語っているが、中の学生は大学公式の合コンと呼んでいたり、出席しないと単位が危ういということで、何とも言えない評価になっているようだ。ぜひ中の人は教えてくれよな。日大といえばアメフト部が強豪なのだが、少し前にメディアを騒がせたタックル騒動があったな。もし知らない人は詳しくは別途調べてほしいけど、これ以来タックル大学とかなぜか別の大学の友人にタックルされるなんていじりを受けがちなんだそうだ。まあいじりたくなる気持ちはわかるけど、やめてあげような。それではまとめに移ります。その1、学部数が多すぎる。さすが日本最大の大学だから多いな。その2、マンモス大学石を投げれば日大生に当たる気がする。その3、ワールドカフェ。ワールドカフェカップルがいたらぜひコメントしてくれ。その4、タックル大学。タックルいじりやめよう。ということで今回は日本大学について4つのポイントを紹介してきたけど、どうだったかな。他にもこんなエピソードがあるよとか、この高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それではご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。霊マリサ、今回は東洋大学について解説していくぞ。東洋大学は東京都文京区白山後2820に本部を置く日本の私立大学。1887年創立、1928年大学設置。大学の略称は東洋だ。東洋大学は、1887年に井上飲料により創設された哲学館が前身だ。
建学の精神として諸学の基礎は哲学にあり、独立自覚取得健全を掲げている。偏差値は45から 57.5 で、上位の学部はマーチとも遜色がないレベルだ。特に駅伝は強豪で、山の神の柏原選手や設楽兄弟などは聞いたことがある人もいるのではないだろうか。またそれ以外にもオリンピック選手の気流消費で選手なども輩出している。芸能人はオードリーの若林さんやバービーさん、そしてフワちゃん等がいたり、社長も数多く輩出しているぞ。今回はそんな東洋大学にまつわるエピソードを4つに絞って解説していくから、ぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速、ゆっくりしていってね。早稲田大学学食研究会というところが、料理の質価格学食の雰囲気を総合的に評価しランキングした学食ランキングというものがあるが、1999年にスタートして以来、毎年1位を争って大混戦が起きる中、東洋大学は2年連続で1位を獲得したりしているそうだ。学生食堂に一歩足を踏み込み入れて度肝を抜かれるのは、空間の広大さ。席数なんと1300。通常の学食は、せいぜい500、700席がいいところなので、東洋大学の学生食堂のスケールの大きさは際立っている。カフェテリア形式の学食には、7つの専門店が出店。もはやちょっとしたフードコート。価格は500円前後で圧巻のボリューム。どのメニューも学食とは思えない本格派ばかり。500円前後でほとんどのメニューが食べられるコストパフォーマンスの高さに驚きを隠せません。メニュー数も豊富なので、毎回違うメニューを飽きずに食べられるんだそうだ。そんな美味しい学食が提供されていたら絶対太っちゃうね。東洋大学は別名埼玉県立東洋大学とも呼ばれるくらい、埼玉県民で占められている。キャンパスが浅香や白山池袋の近くにあることもあり、ほぼ埼玉というか埼玉帝国に侵食されたところにあるから、必然的に東洋大学の学生は埼玉出身が多くなるんだろうな。それなので結構埼玉あるあるでみんなが盛り上がるんだとか。まあ話題のネタが豊富になるのはいいんじゃないか。東洋大学には ANIAB と呼ばれる学部がある。これは情報連携学部という学部なのだが、近年非常に人気で、東洋大学の中で東洋大学ではないという感じなんだ。文芸理が融合する新しい学問領域を創造しており、自分が得意でない分野に対しても理解を持ち、共通の言葉で対話して連携し、プロジェクトを達成できるよう、コンピュータサイエンス教育やコミュニケーション力を身につけることを重視している。また、リモートとリアルのハイブリッド講義の体制を構築するなど、新しい時代にも対応できる教育を提供しているようだ。そんな INIAD はなんと東大含め名古屋大や名城大を傘下に置いているようで、東洋大学の中では一目置かれた存在だとか。追廃が多いのも特徴のようだ。なんとなくそんなイメージだわ。東洋大学では以前の文系学部は、最初の2年間は朝霞で学び、その後白山に移動するというケースが見られたんだ。そのため以前は2年までに一般教養の単位を取り損ねると、白山から朝霞まで1時間以上かけて授業を受けに行くことがあった。これが朝霞バック朝霞帰りと呼ばれ、学生からは非常に恐れられていたようだ。今では4年間ずっと白山で学べることを売りにしているぞ。朝霞住は新設学部のみになったため、一部校舎が使われなくなったのだが、引き続き残ってはいるようで、朝霞キャンパス設置時に朝霞市にかなりお世話になったため、なくすになくせないらしいという経緯があるらしい。ちなみに一部のキャンパスが取り壊されて八尾校になったようだ。さすが埼玉といえば八尾校。東洋大学は東大と切っても切れない関係にあると方々から言われている。略して東大ジェント100万回は言われるようで、結構東洋大生側としては気にしているようだ。東京大学と東洋大学の違いは教養の差ということで、自虐的に語る人もいるとかいないとか。まあ名前が似てるとそういういじりもなくはないよな。それではまとめに移ります。その1、学食が美味しい。これはぶっちゃけめちゃくちゃ羨ましい。その2、埼玉県立東洋大学埼玉の力を感じるね。その3、INIAD 今っぽい学部で良いよな。その4、朝霞バック古き良き伝統だな。その5、東大このいじりは悪意があるからやめてあげて。ということで今回は東洋大学について4つのポイントを紹介してきたけど、どうだったかな？
他にもこんなエピソードがあるよとか、この高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それではご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今回は駒沢大学について解説していくぞ。駒沢大学は東京都世田谷区駒沢に本部を置く日本の私立大学であり、旧制大学。1592年創立、1925年大学設置。略称は駒大、駒沢。駒沢大学は、日本の仏教宗派の一つである曹洞宗が1592年に設立した吉祥寺の学寮吉祥寺江下学寮を起源とする旗団林、1657年命名が発展した大学だ。駒沢大学は仏教の教えと禅の精神を建学の理念、つまり教育研究の基本とする大学だな。創設の経緯から仏教学部を設置し、仏教研究を行う仏教学科と、全学科を併設している。23区内の総合大学としては珍しく、大学生約1よろず4500人のうち、大学院生の一部を除いた大部分の学生が一つの駒沢キャンパスで学習しているんだな。偏差値は 42.5 から57.5 で、上位の学部はマーチとも遜色がないレベルだ。サッカーや駅伝などスポーツが有名で、数多くのプロ選手を輩出しているほか、張本欽一さんや東さんなどが入学していたり、社外等もたくさん輩出しているぞ。今回はそんな駒沢大学にまつわるエピソードを4つに絞って解説していくから、ぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速、ゆっくりしていってね。冒頭でもご説明したように、駒沢大学は仏教界の東大とも呼ばれている、仏教大学の中でもエリート中のエリートな大学だ。そのため他大学とは一風変わっている。まずは入学式です。通常の入学式というと、壇上に机のようなものが置いてあって、学長のお話があって校歌を歌いますが、駒沢大学ではまず壇上に仏像が3体置いてあり、壇上に立っているのはお坊さんなんだ。さすが仏教界の東大はすごいな。ちなみに文化祭に今和の清志郎さんを招いてライブをした際、壇上にある3体の仏像に登って出入り禁止になったというのもあるらしい。また駒沢大学には全研究館というものがある。そこは普通の学部生は通常出入りすることはなく、お坊さんを目指す坊主の仏教学部の生徒が出入りしている。しかし例外として、駒沢大学には、全学部共通の座禅という授業があり、この授業に限っては、全研究館にある、座禅堂で座禅をする。座禅をするだけで単位をもらえるってのが仏教の東大だよな。単位に必死な駒大生はぜひ取るべき授業の一つと言われているんだ。ちなみに、一切りは線香の匂いがするらしい。駒沢大学の最寄り駅は駒沢大学駅。東急田園都市線で渋谷から5分、二子玉川5分、三軒茶屋から1分の位置にある、駒沢大学の最寄り駅です。一見好立地だが、実は、駅から大学まで10分弱かかる。特に朝の行き切りの時間帯などは、大学から駅までの道のりは交通警備員のおじいさんと一人の若いイケメンの職員が立っていて、必ず2列で歩かないことになっているようだ。そうなると、駅にギリギリに着くと走って追い抜くことができず、遅刻してしまう。さらにこの道は、雨よけなし、夏は暑い、冬は寒いので、最悪。大学から駅が直結になるか、地下道を作ってほしいという意見が多いようだぞ。駒沢大学は全学部共通の一年次での必修科目仏教と体育がある。一見、ただ受けるだけで単位が降ってくる講義だと思いますが、実は、この二つの授業は駒沢大学生がいつも通うキャンパスではなく、二子玉川キャンパスで行われるんだ。この二子玉キャンパスは二子玉川駅から徒歩20分、バスで10分のところにあり、その二単位のためにわざわざ二子玉まで行かなければならないんだ。そして、駒沢大学特有の通年科目のため1年間通わなければならないのと、1に切りに多いという面倒くささに落胆者が多数いる。再履修となると1年生と混じって授業を受けなければならないので、地獄と恐れられている。
駒沢大学の昼休みは全学年全学部がほぼ同一キャンパスなので非常に混むので席の争奪戦が繰り広げられていた。食堂の席はサークル部活などの団体のメンバーが教材やクリアファイル、コップで席取りをしていたんだな。2キリが終了してからの12時以降では、席は埋まっているので空き駒の人が席取りをしなければ、座れないので、食堂を嫌う駒大生が多かった。それもあり今は席取りは現在禁止となっている。かといって学内のセブンイレブンでご飯を買って食べようと思うとセブンイレブンは校舎の外まで続く大行列になっている。また駒沢大学の真横には駒沢オリンピック公園という大きな公園があるので公園にお昼ご飯を持って行って優雅にピクニックランチをしてる人もいるな。駒沢公園はめちゃくちゃ良いな。それではまとめに移ります。その1、仏教界の東大お坊さんは駒沢大学から誕生しているんだね。その2、大学が駅から遠い駒沢大学駅なのに駅から遠いのはトラップだな。その3、必修科目落とす人が多い問題体育と座禅のために二子玉までわざわざ行くのはだるすぎる。その4、昼休みの食堂コンビニ込みすぎ、まあいろんな人と仲良くなれるチャンスなんじゃないか。ということで今回は駒沢大学について4つのポイントを紹介してきたけどどうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとかこの高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それではご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今回は専修大学について解説していくぞ。専修大学は東京都千代田区神田神保町38に本部を置く日本の私立大学。1880年創立、1923年大学設置。大学の略称は専大だ。専修大学は1880年9月16日に開校した専修学校を前身とし、1922年に大学令に基づく大学となった私立大学。古代法律学校の一校としても知られた。専修大学では、青年を教育指導することによって社会に法恩奉仕するという精神を建学の精神としており、学風として質実剛健誠実立校を挙げている。偏差値は 47.5 から 57.5 で上位の学部はマーチとも遜色がないレベルだ。多目名人は長州力さんや、広島のレジェンド黒田博樹さんを筆頭にサッカー選手やバスケ選手などスポーツ選手を数多く輩出しているイメージが多いが、社長も数多く輩出していて山田電機や紀伊国屋書店の社長は専修大学だったりする。今回はそんな専修大学にまつわるエピソードを4つに絞って解説していくからぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速ゆっくりしていってね。専修大学では生田キャンパスと神田キャンパスがあって、特に生田キャンパスは緑に囲まれているし山の上にある感じになっているので、みんないつの間にか登下校のことを登山下山と言っている。そしてふくらはぎの太さで学年で分かったり、通学路がきついからデブがいないのは生田キャンパスに通う生徒の特性らしいぞ。ちなみに登山は大変ではあるものの登山後の見晴らしはとても良いようだ。まあ高いところにあるってことはそれだけ眺めも良くなりそうだよね。専修大学には大学院生を含めた全学生を対象にアクアフィットネス会員という制度がある。これは生田キャンパスにある生田総合体育館の温水プールとトレーニングルームが使用できる制度だ。登録料は新規会員登録時に2000円、1年後の更新時2000円、そして30分程度の利用者講習会の受講無料として、いくつ紐の購入が必要だが、この会員になると原則として温水プールは月曜日、火曜日、金曜日に、トレーニング室は月曜日から土曜日に利用が可能となるようだ。1年間で1000円でジムとプールを使い放題っていうのはめちゃくちゃ良すぎんか？学校を使い倒してムキムキになる人は多いようだぞ。日東駒線という括りはよくされるが、その中でなぜか専修大学は影が薄いと言われている。まあそうだな、日大は一番規模が大きいし東洋大も偏差値が高かったりしてイメージは良い。駒沢大は仏教界の東大とも呼ばれているから存在感が強いもんね。それに比べると確かに専修大は影が薄いな。私
接面だけで言っても、日東駒線では弱いと言われている。専修大学の専修という言葉は日常会話で割と頻出しがちだ。専修遊びに行ってさ、とか私は科学専修なんですというような会話が出てくる。その度に専修大学生はビクッとしてしまってるらしい。まあ確かに自分の大学名が聞こえてしまうと結構気になっちゃうよな。それではまとめに移ります。その1、登山下山毎日足腰が鍛えられそうだね。その2、アクアフィットネス会員、これは本当に羨ましい。その3、日東駒線の中で一番影薄いどうにかして知名度を上げてもらいたいな。その4、専修という言葉に敏感になる大学の名前が名前だからしょうがない。ということで今回は専修大学について4つのポイントを紹介してきたけど、どうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとか、この高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それではご視聴ありがとうございました。Thank you.